こんにちは。今期入団しました森谷圭介です。35の質問答えていきたいと思います。僕名前の由来を知らないです。親に言われたのは、うん、結構一か八かの名前っていうのは言われました。なんか画数とかでどっちかみたいな。いいか悪いか。ちょっとギャンブル性あるかみたいなことは言われました。結構名字が多いです。なんか呼びやすいのかわかんないですけど。で多分サントリーでケースケだとちょっといろいろあるみたいなんで、寿司とか魚ですね。あでも魚介が好きで貝とかが好きですね。ホタテとか。嫌いなのはパクチーです。料理しないですね。奥さんが作ってくれてます。僕ビール苦手だったんですけど、カオルエールって種類飲んでからちょっと好きになりました。長所。長所ないですよね。すごいネガティブだね。いい意味で、いい意味でマイペース。短所はマイペースなとこですかね。あんまりこう団体行動とか、できるんですけど、得意じゃないなって思ってます。レオンっていうちょっと昔の映画なんですけど、レオン、はい、好きです。はい。難しいな。あんまテレビ見ないですよね。座右の銘は、なんとかなるって思ってます。なんか基本なんか失敗してもなんとかなるかなって思うようにしてます。地元深谷、埼玉の深谷ってところです。ネギですね。ネギ。僕は感じないんですけど、結構駅降りたらネギの匂いするって言われるんですよ。給食とかでなんかネギのネギ塗ったっていう知らないですよね。僕も知らなかったんですけど。結構小学校の時とか出てました。決勝の2日前怪我したのはだいぶヒヤッとしましたね。大学の4年の2日前に前十字切って、わーっと練習終わってました。子供の頃の自慢。なさそうっすね。おっと。なんかでも何にも一番になったことないんですよね。そう。はい。なんか身長も高い方だったんですけど、もっと大きい子いて、足も遅くなかったんですけど、だいたいもうちょっと早いのが 2,3 人いてみたいな。めちゃくちゃ下手っす。絶対自慢言うだろ。なんかでも保育園の時に一人の女の子をもう一人の男の子と取り合ってたよって言われました。覚えてないですけど、子供の頃。あでも兄が結構7個離れた兄がラグビーやってて、そこの選手は結構憧れてましたね。今長男が理工でやってたんですけど、もう引退して、で次男がキャノンでやってて、今清水建設でやってるんですけど、3人兄弟です。なんか長男が急にサッカーやってたんですけど、中学で急にラグビー始めて、なんかラグビー行ってましたね。なんか中学校部活があって珍しく入ってましたね、中学生から。ドラえもんだな。タイム風呂敷、膝治るかなと思って。まあけど小学校ぐらいまで戻ってみたいですね。もうちょいうまくできるかなと思って、人生。まあでもそうですね、旅行、海外旅行ってあんましたことなくて、僕旅行もそんな行ったことないんで、スペインとか、あとオーロラ見たいっす。長所ないぐらいですからね。勝てそうなもんないっすね。人見知り具合とかっすかね。誰でも負けない。負けないっすね。まだサントリーはまだ知ってる人多いんで、まだあれですけど。ふくらはぎ太いねって言われました。ふくらはぎ太ももも太そうだけど。まあ、両手に負けるか。そうなんですよね。あんま勝ちたいとも思わない。何でも叶うなら。何でも叶います。これちょっと嫌な質問ですね。なんか欲が出るでしょ。なんか人の欲が出るでしょ。いろいろ言いたくないやつがいっぱい出てきてますもん、今頭の中に。いやもうシンプルに大金持ちとかっすね。あんま言いたくないですよね。
携帯とエアポッツすぐ一人になれるようにチャイルドシート付きの電動自転車。そうですね、熊谷住んでたんですけど、そっちは車だったん でこっち自転車の方が便利だなってなって、買ってから公園とか行けそうだったんですね子供とのスマップのオリジナルスマイルって曲、結構古いんですけど、まあ笑っとけみたいな歌なんですけど試合とかはそんなに緊張しないです。顔合わせ、両家の顔合わせ、あ、めっちゃ緊張しました。緊張しました。野望そうですね。別荘欲しいです。なんか海見えるところ、昨日テレビでやってたんですけど、そうですね、まあアタックが好きっていうのもありますし、やっぱりチャンピオンチームで、まあ、試合に出ても出れなくても成長できるかなと思って、すごい嫌な相手で一番疲れる相手っていう、ずっとアタックしてくるからずっとタックルしないといけないし、なんか嫌でしたね、疲れるんで。でもサントリー入ってタイガー、尾崎タイガーはすごいなと思いましたね。あんまり日本人でオフロードとかめちゃくちゃするタイプとあんま会ってこなかったんで、面白いですね、まあ、いろんな人がいるっていうのは僕的に、やってる的にも好きですね。あのミスマッチとかで無理無理無理って聞くの結構好きなんですよ。気持ちいいですよそうですね、まずサントリーでしっかり力になるっていうのと、で新リーグはチームとして優勝するっていうのは目標にしてます。まあ、ちょっと人見知りな部分もあるんですけど、すごく応援していただけると嬉しいので、たくさんの応援よろしくお願いします。